東日本と北海道を使って折り曲をしていただきます。範囲広いね。だいぶ広いね。だいぶスケールを契約した範囲。でっかいの。ちなみにそれ賞金出るんですか。実は、なんと、出ません。あ、知ってましたでしょう。そうでしょう。あ、ちょっと待って、ちょ、奥携帯出して。今すぐ知り合いと絶縁で。おかしい、おかしい。全員絶縁やもん。前回からやってくるから、知り合いやんもん。やれ、見事やったもん。やられてるからということで、お先に。あ、ちょっと待って、ついてこんでて、ついてこんでて。はい、もうストップね。30分絶対動くなよ。動くなよ。捕まれへんからな、俺。わかったって言ってんよ。見せつけてやるから。キモいなぁ。めっちゃキモいな、みたいな。だる。挙動がキモいや。ほんまにそれ。やばいやばい、電車来た電車来た。ただいま、発生しております。僕、止めてきて。やばいやばい。これ負け負け負けでいいこれ。負けんなよ。しっかり乗り遅れるという全視聴者が期待したオチを作る逃走したチーム西園寺、さては狙ったな。僕見てこれ、時刻表えぐい、これ。何これ。えぐいな、やばい。少なくとも奈良では見られない。僕見ろ、これが東京タワーや。やつ、お前何してんねん。もう時間ないねん、時間ないねん。お前何もないやろ。逃走中、今逃走中。ふざけんな。いや、すいません、またね、これ鉄オタの悪い癖出てます。ダメダメ。ちょっと待って、お前これやばない。嫌な予感するんだけど、やってる、これやってない、やってない、やってないって、やってないよ、これ。シャッター閉まってるやん。おいふざけ、4枚で閉まってるって、閉まってるって、閉まってるって。まさかの営業時間外だった。東京タワー営業時間外は10時、10時かな、あ、10時やわ今日。本日の営業10時って書いてる。終わった。いやいや、やばい、来るで、あいつら。もう今8時ちょうど半ぐらいじゃないですか。ということで8時半なんやけど、今どこにいると思います。どこいるやろ。東京でさっき30分やんな。どの辺いんの。ちょうどね、東京タワーや。ちょうどカモすぎひょ、これ。なんか駅すごすぎてようわからん。全部の駅に乗り換え、何これ。誰かおかしないこれ。いやいや、やばいな。全部大阪だもん。やかっ。なんか中華料理みたいな。ちょっとさ、なんかのディズニー感ない。あー、わかるわ。あの窓が丸いのとかわかる。なあ、じゃあ乗っていきましょう。僕もうちょっと急いで、もうちょっと急いで。肩外れる。カバンの大きさ罰ゲームやんこれ。なんでこんな大きいん。廊下で鬼ごっこするやつのカバンじゃないよ。いろいろ入ってる。何入ってんの。服とかカメラとか。いらんやろ。もうヘアアイロン。ヘアアイロンは絶対いらん。一体彼は前作から何を学んだのか。やべえやべえ、すげえ。何も見えへん。嘘やろ、これ嘘やろ、何も見えへん。いやいや、若干見える、若干見える。おお、くんこれ、これガチ切れじゃないですか。なんじゃこれ。でもすげえな、高いな。これすげえわ。あ、こっち綺麗。あれ、レンガ街じゃん。レンガ倉庫、アスカツンじゃん、あれ。あれで逃げる。あれ、東京交通機関。あれ、1000円するやつだ、あれ。でもこれ、あの下、うまい、逃走するの。いやろ。来たらなって言うやろ。取れたか。取れなかったかじゃないね。逃げなかった。あ、もうティッシュだよ。もうティッシュ。もうティッシュ。もうティッシュ。ティッシュです。行きましょう。行きましょう。タイムリミットです。ミッションクリア。やった。えぐい。飛行機みたい。いや、えぐい、えぐい、えぐい。何これ。何じゃこれ。何俺ら観光しちゃってんの、ちょっと。始まった、始まった。やべえ、やべえ。おらんな。そうやな。あいつらがね、こう向かってるんですよ。だからいるんじゃね。見えんか。こっち行かれ。こっち行かれ。こう降りたらいいんじゃん。あ、そう言うか。降りていこう。おった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 お
ほんまやで、これ歩いてってこれじゃん。そんな面白い、ちゃんとうまくいくもん。これやん、なんでこういうとこ歩いてんの。あ、だからランナーの人は向かってんじゃん、これ絶対そう。あいつや、おで、じゃあ見えてなんかボケてなおん。熱海に到着です。何も言えへんやろな。トイレとかしてるのか。セッターが。マジでトイレしてる可能性ある。あるな。来たよこれ。かかりましたよ。もう縄にもかかってます。引き上げるだけね。今ちょうど熱海の方から進んできてるんで、もうちょっと行きますよ。いや楽しみやで。来た。来ました。東海道線のあれ普通沼津行きです。絶対あれ乗ってます。乗ってるのこれ。乗ってる。あ、これ島田行きや。見えた。に到着ですよ、温泉地。いやー景色めちゃめちゃ良かったな。あいつら通過を見届けた赤の景色を絶景そうやな、あの人の金で食う焼肉みたいなもんやな、これな。最高です、たまりません。もうこれ景色も雲ですけど関係ないから、虹がかかってますよ僕は。ナイス、清めに行きましょう体を。汚れてるからこうやって邪念が取り付いてくる。友達の不幸をさっき思いっきり笑った後なんで。サードミッションって、ちょっと待って、これロイヤルエクスプレスや、ロイヤルエクスプレスやで。ちょっとごめんなさい、すみません、ミッション後回し。イグロイヤルエクスプレス、クソかっこいい。もう走るラウンジですよこれ。あかんかん、そんなこと言ってる場合じゃない。クリアできない場合逃走者の負けやって。どういうことな負けって。だから北海道に12時までにたどり着いてない時点でもう俺ら負けってことね。何それミッションってか、もうそれ試練やんってか。いや基本的にこのゲームは大体試練やん。いやこの鬼ごっこをね、応援していただいてるんでありがとうございます。やばい。実情、列車の中で確保することは不可能なのだ。ここで西園寺が煽り散らかし、鬼チームが悔しがるという映像が撮れていたはずなのだが、まさかの撮れていなかった。マジだるいな。すぐそこに捕まえられへんで一番だるい。次だから降りるところ捕まえられるからやだな。駅で降りるときに、まあ、ホーム見て降りてたらもう降りて、それで行こう。そう、それでいいと思う。うん、もちろん。お前さ、なんか荷物カバンめっちゃでかかったやん。服いっぱい持ってる言ってたよな。別にそんなもんいっぱい持ってるわけじゃないけど、なんかさ、今これ着てる服俺ら白っぽいからさ、柄とか書いたらバレへんじゃん。ああ。二人でこう固まって出るっていうよりはバラげてパッて途中でパッて抜けへん。全然ちゃう。横浜か品川で降りるっていうのがいいのもいいけど、そうも多分張ってるんちゃう。ああ、いや間違いない。もう分かりやすすぎるから。一番いいのは俺らだけ降りれたらそこから登場ができるから、その方向でちょっと行きたいと思います。いや、よかった、保険かけとみたの終わってたね。完全不審者というわけで、いやー奥ありがとう。奥んがね、服いっぱい持ってたんで変装ができると。これ僕のサングラスなんですけど、サングラスはたまたま持ってたんで服を着替えました。かわいいあんな感じでね。あ、なんかこういうウェバーイーツの配達員いるわけこんなことない。服を買いました。とりあえず一回ホームに置いてバラ着ようか。バラ着て後で配達の中でもう一回どっかで集合しよう。はいはい、じゃあ健闘を祈る。さあ列車品川に到着です。あいつらがいたらプレミアムグリーンに帰ればいいんですけど、うん、大丈夫、いないです。ここはね、個室の車両なんでね、いないんですよ。いる？いや、どう？うん、今頃行かなかったな。ああ。いないな。みんな音がつくように、この辺いるか。そうです。終日禁煙となっております。皆様のご協力をお願いいたします。バレてないんじゃないこれ。どう？あいつら降りてる方やった。大丈夫？いや、これバレてないと思う。来てる。早押し。
あいつらの場所なんやけど、うん、小山と宇都宮の間、宇都宮ってことはあれやんか、あの栃木やん、栃木で時速260キロ出してるから、あ絶対死ぬから、まだ全然乗ってます、うん、OKOK、 以上です。ではまた30分後って感じで、はい、これエグいわ。日本ではさ、陸地を走ってこれ以上のスピードで泳ぐはできませんので、なかなかすごいんですけど。チームとも新幹線に乗り、一定間隔を保った新幹線でのカーチェイスが繰り広げられているが、逃走。クソ寒ない。寒い。バカ寒い。半袖見せたんですけど。ロックオン君すごい。花火上がってる。上がった。勝利の花火だ、勝利の花火逃げよう、やっぱ逃げよう、ごめん、逃げなあかん。あれ、公共交通機関じゃん、違うわ、あれは絶対に乗れません。公共交通じゃないでしょ、どう考えても韓国経由とかわかんない、外国経由だ。やっぱ範囲分かってる、東日本、北海道韓国経由でも、何でもありになるでそれ。一旦ブラジル行ったらもう勝ちやん、これ。まあ、そんなこと置いといてですね。何が？あれ、リンクあれ。なんで？キュービック。何が何言ってるかわからん。キュービックというバス。すいません、僕バスは興味ないんですよ。雄大やで、しかも。行かへんよ。なんで行くねん。なんでこの状況で行くねん。逆やろ。普通行くとしてこっちやろ。何言ってんの？見に行くやろ。またしても鬼チームから逃げることに成功した逃走者チーム。ここから秋田を経由して北海道を目指したいが、果たしてどう動くのか。一方で一瞬の事態に理解が追いついていない鬼チームは、で禁煙です。お客様にお願い、また客室の自動ドア付近に SO… めっちゃへこんでいた。はい、というわけで今ね22時ちょうどね、列車出発してから1時間見たわけですけど、あいつら、東北です。東北新幹線、さらに北上します。かかったな、疲れた、ほんまに。いや、これでもあそこ勝負やったね。あれできんかったら公共交通止まるから、まあ、逃げ惑わなあかんかった。盛岡駅です。しゃーって感じで逃げたかな。あいつらやっぱ早草張ってたな、まあ、危ないわ。非鉄を歌えのちゃんと貼っとった。いや、もう貼っとったで、考えたで。俺らが成長してる、学習してる。いや、AI みたいに言うね。いやー、よかった。久しぶりの平和を手に入れ、安堵する逃走者チーム。とりあえずは終点の秋田駅まで目指すことにした。秋田に到着です。あー、涼しい。冷た。着きましたね。
掲示板見てもらったら分かるんやけど、後ろの方見て、小町まだ実はもう一本あるんやけど、まあいつらも折り返して間に合うことはできません。あと一本だけ来るんですが、はやぶさとの連結で行くと、もうあれが最終点ということでね。いやー、よくね、頑張りましたね。とりあえず今からね、ホテル先取ったんで、ホテルに向かいたいと思います。僕やばい。今、8時でちょっと位置情報が出たんですけれども、こいつら空港の方向かってるで。岩手花巻空港。これあいつらの方が先着くんちゃう、これ。今飛行機で。空港からやったらこれ、北海道に先行かれたらちょっとしんどくないかな。先回りされるの？そうやな。待ち伏せ作戦じゃないか、あいつら。これ時間的にもさ、僕くん。秋田から北海道に上陸を12時までしようと思ったら、急いで飛行機で飛ぶか、泳ぐか。いや、俺もうそれしか浮かばんよ。かといって秋田空港からその新千歳以外の北海道の空港までねでもないんよ。つまり新千歳で待ち伏せされたし、結構だいぶしんどいと思う。到着したらもうそこ降りるしかないからさ。ハイジャックして目的地変えるのね。今の P でお願いします。編集 P で。それできないですね。パラシュートで。いや、なんでそういうなんかハコタキとか覚えてる。絶対無理ですね。9時の位置情報開示っていうのもね、まあ、バスの中で見たんですが、今、もう一回見るとね、消えてます。乗っとるやん。乗っとる。ふざけん。快適な空の旅満喫してる。満喫しとる。やっとるわ。うわ、時間もあるし、ラーメン食べに行きましょう。そうやね、買ってるんで、その前祝いで。そうですね。この秋田自販機がおもろすぎるから。犬撃ってる、犬撃ってる。これどうやってこのサイズをこっから出すの。いや、でもぺっちゃんこだったよ。もうだからこれ面白いな。北海道、今回初上陸、人生初上陸。初上陸で、鬼ごっこって。鬼ごっこが初上陸。地獄のような初上陸。おめでとうございます。指名手配犯の気持ちを味わいながら北海道に上陸したのは多分人類初だと思う。皆様との大きな声での会話などもお控えいただけますようご協力ください。鴨がネギを背負ってきたっていうことなんか、これ以上なんかぴったり来るシーンないでしょ。北海道初上陸やん。やかましい、やかましい。やかましいわ。まああいつらおそらく新千歳いるでしょうけども、さどうなるか。いや、往生際悪いな、彼。出てきょうらへん。お、電話くせよ。お、出てきた、出てきた。どうも、捕まえさせていただきました。ちょっと待って、LINE 見ました。何の話してるんですか。わざわざお出迎えありがとうございます。あの、一応の無敵カードちょっと使用中でございまして。あ、嘘でしょ。何言ってるの。逃走者チーム、実は事前にこんな会話をしていた。着いたな。だいぶ早く着いたから、これちょっと作戦うまくいきそうです。まあ、間違いなくこの新千歳にいるから、まあ、ここで使いますか。1時間無敵ガード、まあ、これはもう苦肉の策ですけど。よし、これで OK。 はい、無敵ガード使用。5分後からね発動されるはずなんで、これで OK。 鬼チームが新千歳空港で出待ちをしていることを察して無敵カードを発動させていたのだ。
逃走者チームが使用した無敵カードとは、その名の通り1時間だけ逃走者チームが無敵になれるカードのことだ。発動中は鬼チームはその場に留まらなければならず、逃走者を確保することができなくなってしまう。また使用には5分前に宣告しなければならない。お出迎えしてたいです。すみません、ありがとうございます。申し訳ないです。一時でちょっと我々ちょっとすみません、よろしくお願いいたします。待って。いやすみません。いや嬉しいな。わざわざビップライクありがとうございます。お母さん、西園寺は今こんなに生き生きしています。いやでもさ、それはさ、まあ、ルール見てるけど、公共交通機関も使えないけど、でもさ、君らにこうやって1時間ずっとストーカーしとけば、そうストーカーしとけばさ、いや別にこれ違法ちゃうもんな。ポリスメン何やねん、前ついてくんねん。一生ついてくんねん。1時間経過したらさ、もう君らいつ捕まえてもいいやん。でも何食べてんの、ちょっと待って。ゆっくり食うのお前。ふざけんな。美味しそうなのが腹立つ。普通に羨ましいな。いや、どれほら食べてへんねんね。下からの中クリームってだる凝らしてやりたいで、汚い下の大地感じるわ。例のごとく鬼チームを煽りまくる逃走者チーム。しかしこのまま1時間が経てば確保されてしまうが、果たしてどうするのか。ちょっとすいません、ちょっとまとわりつくのもうそろそろやめてもらってもいいですか。いや僕も移動しないと。いやでも移動しないと。いやなんですけど、ちょっとここで何かやるってことは飛行機に今から乗るんですか。飛行機に乗るの。いやまあそう。いやそう、あそう、いや言ったら今ないですよ。おそんな小学3年生のね、飛行機には引っかかないんですよ、僕は。ちょっとラッチあかんな、これ。これ乗るんですね。やばい、これ絶対バレるやつや。絶対バレるやつじゃなくて、もうバレてる。もう絶対じゃない。もうバレてる。いや、君たちはあれ東京行くんやない。いやもう帰っちゃって。いやもう第二ハネだ。そんなんない。ここ発見でバレる。めっちゃ東京やんな。じゃあ後から追っかけていくんで、よろしくお願いします。じゃあ今日もよろしくお願いします。ダメ。行き先も見せびらかしてたよね。いや想定外すぎる。どうする。でもまあ俺らの便の出発が12時20分やから、これだからあいつらまだ動けへん時間帯ないよ、だからまた一緒の飛行機に乗り合わせることはないけど、だって割れたから後続に乗られたらだるい、だるいなこれな。だって北海道にどう考えてもとどまると思うやん、そっからの東京にリターンしたらさ、負けるはずやと思う。いやてかさ、思ってんけどさ、俺初上陸や北海道人生、今回たった1時間で北海道去ることになってるけど、しかもなんか付きまとわられてる。こんな滞在めっちゃ悲しいよね、ほんまに。さっきランドマーク見えたな、ランドマークタワー。ちょっとなんか不思議な気持ち。複雑な気持ち。長から見て上から見るっていう、まさかそんなことができると思ってなかったんですけど。奥のイコカ餌食ってる、ちゃんと食べてない。餌食わせろ。餌やりです。早く餌やって。数字ボタンをご利用の方は左下のキーを押してください。コロナ。いや言うてる場合じゃない。これからなんかロナウジーニョのさ、このステップ並みにもう乗り換え駅で全部乗り換えていったら結構博覧できると思うね。30分に1回じゃ無理やろ、あんまり。だからちょっとそれを試してみようかなと思って。お隣の駅、銀座に到着です。銀座から銀座線が出てるんですよ。銀座線が、はい、行きましょう。乗り換え、どんどん乗り換えていきます。あれ、いいか、ね、やばくない。なんか、なんなん、緑色の新幹線 JT、JO、JK、JY、JCC、 普通の新幹線 JU、JJ、JE、JN。 なんなんこれ。俺に言われても知らんかな。あ、要はあれ、すぎこれ。なんか路線荒らしてんのあれって。多分そうやと思うけど、どれ乗ってわからないね、こんな。鬼チームはレインボーブリッジを渡った先のお台場海浜公園で待ち伏せをするという。
ゴキブリホイホイ作戦をすることにした。5時半なんですけど、ちょうど新橋に着いてちょっと経ちまして、位置情報見れたんやけど、お台場のこれ海浜公園のとこにおるわ。あいつらこれ新橋からゆりかめめって行ったらあいつらと会ってしまうことになる。じゃどうすんの。やばいな。何時まで渡るの。6時半。あと1時間泳いだら何分かかるから。高齢の選択肢になってる。マジそれ悪いことじゃなくてやばいから、ちょっとやばいんやけど。18時23分です。感想だ。長いな、レンボーブリッジマジで。こんな封鎖できるわけない。